6ヶ月となったミニチュアシュナウザーの卵。ちょっとケージもちっちゃくなってきました。現在5キロです。ところで飼い主としては最近彼が留守中に何をしているのか大変気になるところであります。ということで今回 Amazon で購入したのはペット用の小型カメラ。ちなみに特に宣伝ではございません。購入を検討している方に参考になればと思って撮ってるだけの自己満足の動画です。中を開けてみるとこちらですね。今回購入したのはTP リンクっていう中国の会社のタポ C210 っていう商品です。こちらはお値段が4180円。さすがにカメラに1万円以上は払えないなということで今回こちらを購入しました。で決め手となったのは Amazon のレビューが 4.4 だったことと画素数が300万画素あったこと。でさすがにガビガビの画質だとストレスがたまるので画素数はポイントにしました。ちなみに業界最高水準の3年保証付きだそうです。中を開けると簡単な説明書とこちらが本体。ちょっと形がドラえもんみたいな感じです。ただ意外とコンパクト。重量は 430g だそうでコードはやたらと長い 3m もありました。ただ天井などに設置したりコンセントまで遠いところに置きたい人には嬉しい長さ。携帯で専用アプリにダウンロードして使うとのこと。で早速ダウンロードしました。アプリにメールアドレスを登録して使用可能になります。割と簡単に設定ができました。お待たせしました。いよいよ接続します。こちらが接続された画面。思ったよりも綺麗に映ってます。実際こうやってアップにしたりすることもできてご覧の通り卵のまつげが綺麗に映ってます。下のこの部分で操作が可能となるそうです。まずちょっと動かしてみたいと思います。横方向ですね、水平に動かしてみたいと思います。こちらはですね360度動くそうです。垂直縦にはですね114度ですね動くそうで、このようにですね広い範囲でカバーしてくれますね。ちょっと気をつけたいのが垂直に動かした時ですね。このように光があるところだと逆光で少し暗くなってしまいます。ご注意ください。動作感知はしてくれますが自動追跡などはしてくれません。ちなみにこれ360度回してます。立派です。他にもですね音声で通話をできたりだとか、タマちゃん、あとは撮影したものを携帯で保存することもできます。さていよいよ卵が留守の時間になります。こちらは現在留守中の卵の様子です。出発直後ですね、だいたい出発してから5分後ぐらいです。最初は落ち着いてたんですけれども突然こんな声を出したんです。聞いたことのない鳴き声だったんで飼い主としてはびっくりしました。その後卵は気持ちよさそうにぐっすり寝続けてくれました。もし購入を検討している方がいらっしゃったら参考にしてみてください。以上、ご視聴ありがとうございました。